緑2は日本の地球観測技術衛星2型。宇宙開発事業団が2002年12月24日 h e やロケット4号機により打ち上げた。地球観測プラットフォーム技術衛星。緑の後継機で地球温暖化、オゾン層の破壊、熱帯雨林の減少、異常気象など地球規模での環境変化の実態把握のためのデータを取得するのが目的。 アディオスの後継機として、緑の名前を踏襲したが、新生緑、新しい次世代の緑との意味から、2号ではなく、2と名付けた。だが、2003年10月25日午前1時15分頃、衛星の太陽電池パドルの発生電力が 6kW から 1kW に減少し、同日8時55分頃、以降、衛星との更新ができなくなり、途中で運用断念した。 今なお、衛星とは更新できていない。2003年10月25日午前7時28分頃、データ中継衛星 DRTS 経由した後、埼玉県鳩山町にある地球観測センターで受信する予定だった衛星の地球観測データが受信されなかった。そのため、筑波宇宙センターの衛星担当の職員が衛星の状態を確認する手引きを行い、 同日午前8時49分ごろ、衛星運用状態を確認すると、衛星の電力計に何らかの異常が発生し、観測機器等をオフにした、軽負荷モードに移行していることが分かった。その後すぐの同日午前8時55分ごろ、衛星との通信状態が乱れ始め、それ以降他の通信局でもテレメトリデータを受信することができなくなった。JAXA は、 衛星から受信した、それまでのテレメトリデータから、太陽電池パドルの発生電力が、通常の1、6である、6kW から 1kW に低下していることを突き止め、その後数ヶ月にわたり、コマンド送信や衛星状態の解析などを実施したが、衛星との更新は復旧しなかった。JAXA は、衛星のテレメトリデータを解析し、故障の原因の仮説を発表した。 仮説はいくつかあるが、どれも太陽電池から太陽電池パドルと衛星をつなぐハーネス間で回路の短絡、または開放が起こり、衛星側に遅れる電力が低下したというものになっており、スペースデブリが太陽電池パドルに衝突し破断したわけではないとしている。ありがとうございます。